に埋めるな放射能。塩屋町は美しい緑に囲まれて水源の水の豊かなところです。で少なくともそこにも放射能も降ってしまったんだけど、これ以上増やしてはいけない場所です。はい、農業です。お米を作ってます。だから絶対反対です。なぜわざわざ山を持ってくんでしょうかね。燃やすのは前代未聞です。そんなことしちゃいけないんです。しっかり管理するんだったら平地でやらなきゃダメです。これなの？もう一台入ります。もう一台入ります。栃木県内の一部に市町村長会議で決定した選定手法への疑念や選定をやり直すべきといったご意見が生じているということも聞いているところでございます。こうした背景から昨年12月の市町村長会議で確定した選定手法を再確認し、皆様の共通認識のもとに今後も取り組んでいくため市町村長会議を開催させていただきました。地図館の現況について資料4が市町村長会議のこれまでの経緯で、資料5が、会員の中の話でございますけれども、特措法の既存基本方針の見直しは行わないということです。まず第一に、福島県で集約処理することにしたらどうだと、そういうような話もございました。しかし福島県の県民の皆様のですね、理解は到底得られないことでございますし、我々とすればある程度のご理解はいただきつつあるのかな、こんなふうに思いました。第一原発の近辺には、放射能が高くて、全く住民が住めないし、何世代にもわたって住めないというところが今後生まれてくるだろうというふうに思っております。住民に、それなりの十分なる手当をですね、保障してあげて、その人たちは別のところで生活できるようにしてやることがよろしいんじゃないかというふうに私は思っています。国の方は各県1か所、それに関しても理解が進んだというようなニュアンスで喋ってたんですけど、それはどう考えますか。いや、それはね、閣議決定ですからね、特措法のに基づいて閣議決定された部分ですから、我々はそれについてはね、それを見直してくれという運動を行ってまいりました。今後も引き続きそれはやらせていただきたいなと思いますね。町長としてはそれに関してご自身は理解はしていないということですね。そうすると今日の場でも理解は別に進んでいないという認識ですね。そうですね、正直受け入れるんだという気持ちが私にそもそもないですからね。はい。